こんにちは、土の子です。今日は3月12日バチトレルセンター、今日も無料プレイありますよ。さあ行きましょう。さあ春のポケモン題、最後はマダツボミとかですね。さあこれはリリーゲームさんとザイさんが教えてくれてますが、結構みんないろいろやってくれてね。上の2つのチェリンボ、まあどっちから掴もうかなっていう感じで、手数をね早めるために、真ん中のねチェリンボ、謎の草の上のチェリンボをね掴むやり方をみんな試してくれてるんですけども、なかなか配置的にうまくいかないみたいなので、これは順々に取っていくのがまあ正解でしょうということで、右側のチェリンボから取っていきます。はい、右側のチェリンボからしっかり取っていく。 OK、 ディグダもゲットですね。そしてもう一個のチェリンボもしっかり掴んでいく。はい、 OK、 まあこういう手順が一番安泰でしょう。はい、チェリンボディグダゲット。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーはスイッチの台ですかね。任天堂スイッチ、ジョイコンを差し込むとあの効果音が鳴るっす。じゃあ練習スタート。え？どんな効果音なるっけ。最近ねゼルダはもう全部プロコンでやってますね僕ね。さあ行きましょう。この隙間にポイ、これでノリを外し、もう一度ポイ、これで崩れてくれるんじゃないかな。あんまり崩れてくれない。マジか。ちょっと待って、落ち着け。ここに入れる、転がれ、最後コロンポーン、よし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 、いったよ。転がるのは気持ちいいね。ちょっと途中もたついたけど12枚取れたのかな。さあどうでしょう、そろそろ当たってもいいんじゃないかな。くるプン、あ1プレイ無料。がっくし、鼻は持ってるな。キュワワーかなこれ。キュワワーとは違うのか。さあマダツボミを今度はしっかり狙って取っていく。よいしょよいしょよいしょ、まあ、チェリンボがいなくなってるのでゲット。さあ次はチルとややこまを取っていくよ。はい、おしゃれプレイいっちゃうよ。さあ次はチルットを取っていきましょうね。チルットを刺しながら花びらを取っていく。ドンと、別に問題なし。おっとアームが大丈夫か。さあ最後謎の草を掴んでフィニッシュのはず。いきましょう、謎の草をしっかり真上からぐいっと掴む。ガチンガチン。はい、まあ右から順々でしたけど、こうするのが一番じゃないかな。安定してるよね。当たり出た時に狙ってみるといいかも。さあなかなかちょっと3手でいける台がないな。あ、3手でいけ。3手、またこれ狙うか。3手でいけっかな。また狙っちゃおう、レシアム。ぐいぐい。いけ。押し込め。ぐいっと。いけ。いけ。入れ。あー入らない。またこれこけるパターン。もう悔しすぎるんだが、ちょっと、あこれぶったとこ、ナス落ちねえかな。ナスやった。はあ、これやればよかった。2,3 いけるんじゃねえ3手でこれ。はい、やっぱりレシラムは取れないな。アタクイさんバッチは3ゲット。ヘブン状態バイトくんだね。はい、それじゃあ今日のミーバスコネ行ってみましょう。
シュドーンって感じで大爆発、特撮ものとかでよくあるっすよね。自分だったら絶対振り返っちゃうっすけど、そこは振り返らないのがクールっす。確かにドワーン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 みたいなやつで、目線はカメラ目線でずっと歩くみたいなね、そんなシーンは確かに思い浮かぶな。後ろ暑いだろうな。でもあれ、はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日は練習台にね、任天堂スイッチの台が来て、ちょっとね、あやべえ取れねえと思ったんだけど、まあ、最後の方でねボロボロっと崩れてくれて、後手でねコンプすることできました。そして本番台の方はね、謎の草の春のポケモン台の方をやって、右から順々の安定策を取ってね、後手でコンプすることできました。まあ残りのね手数はなかなかちょっと使いどころがなかったけど、4手余ればねいろんな台に挑戦できるんだけど、3手だったらちょっとかなり厳しいんだよな。ということで、また明日もね楽しくバチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。